はい、皆さんこんにちは、ケントです。吉野に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで今日なんですけれども、皆さんもね、普段プレワークアウトなんかで、ね、エナジードリンク、モンスター、レッドブル、そういったところを取られている方多いと思いますが、こういったエナジードリンクっていうのが危険なんじゃないのと、体にとって良くないものなんじゃないのっていうところはたびたび言われることではあるんですよね。でもエナジードリンクイコール危険といってもめちゃくちゃ抽象的じゃないですか。まあ、今日は実際この部分ってどうなのみたいな話っていうのを、2017年に発表されたエナジードリンクの消費とその使用による健康への影響っていう論文レビューを参考にしてお伝えをしていきたいなというふうに思います。普段からね、積極的にエナジードリンク取られているような方っていうのはご覧いただいたら面白いんじゃないかなというふうに思っております。最後までご覧いただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、冒頭にもお伝えした通り、エナジードリンクですよね。これが健康に対してどういった危険性、影響あるのかないのかみたいなところについて言及をしていきたいなと思いますが、まず先に言っておくとですね、僕めちゃくちゃエナジードリンク好きです。ライブとか普段ご参加いただいている方だとね、いつも片手に持ってるのがモンスターだったりして、ご理解いただけるかなと思うんですけれども、箱で買うぐらいエナジードリンク飲んでる人間なんですよね。ただ自分が好きかどうなのかっていうところ、そして健康への影響って分けて考えなければいけませんから、この点っていうところですね、今日は皆さんにお伝えができたらなと思っております。今日参考にする論文文献というのはこの動画の概要欄にも記載をしておきますので、こちら興味がある方はぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか。早速お話をしていく前に、ぜひね、皆さんにこれは知っておいてほしいなというような雑学があります。これ何かっていうと、エナジードリンクと栄養ドリンクの違いです。よくコンビニなんか行くと入り口のところに売ってるのを皆さん見かけませんかね。エナジードリンクっていうとモンスターであったりレッドブルであったりとかね、最近だとゾーンなんか、僕が好きなエナジードリンク、個人的には、ね、ニュージーランドで販売されている B っていう緑のボトルに入ってるエナジードリンク大好きなんですけれども、まあ、そういうものですと。対して栄養ドリンクっていうのはチオビタとかリボビタン D とか、こういうところですね。これ明確な違いがあります。何かというと、清涼飲料水に区分されているものなのか、それとも医薬部外品、今だったら指定医薬部外品ですね、に分類されているものなのかという違いです。何が入ってるとこのどちらかに分類されるのかみたいな細かいところっていうのはいくつかあるんですが、分かりやすいところで、日本で売られているドリンクの中にタウリンが含まれているものに関しては精製飲料水ではなく医薬部外品、栄養ドリンクの括りになったりします。なので市販されている我々が買うようなエナジードリンクっていうのは、このタウリンの代わりにアルギニンが入ってたりするわけですね。あとは清涼飲料水って基本的に食品ですので、効果効能を謳って販売してはいけませんよっていうような法律があるわけですね。なのでレッドブルだったら翼を授けるというようなキャッチコピーで、直接疲労回復とか疲れが吹っ飛ぶとか、そういったコピーライトっていうのは書けないっていうルールが実はあったりします。栄養ドリンクであればこの辺疲労回復とかっていうのは十分にね、書いてるところは皆さんも目にしたことがあると思います。あとは医薬部外品であれば、成分の含有量っていうのは明記しなければいけませんよっていうルールが決まっているんですが、清涼飲料水に関しては普通の食品と同じようにね、 PFC 食塩相当量、そういったところだけであって、例えば細かいアルギニンが入っててそれを何ミリグラム書かなきゃいけないとかっていうルールは基本的にはないですと。なのでこれもよく言われるところではありますけれども、モンスターとかにね、ガラナが入ってます。ただそのガラナがどれくらい入ってるのかっていうのが裏に記載がないですっていうことが、精製飲料水、エナジードリンクであったら起こり得るっていうことなんですよね。ここがね、一つ注意点なのかなっていうふうに思います。そもそもエナジードリンクってどんな効果、働きで取るんだっけっていうところなんですが、多くの方がエナジードリンクを取る目的というのは、おそらくカフェインっていうところが軸になってるんじゃないかなというふうに思います。カフェインを取ることによって交感神経を高ぶらせてですね、集中力を増したり、ちょっと眠気の症状っていうのを改善させようという目的で取られる方が多いと思います。他にもガラナ、高麗人参、ビタミン、ハーブ、アルギニン系のアミノ酸とかね、 NO 系のものが入っていたりしますし、アメリカだとタウリンが OK だったりするんですけれども、覚醒作用、エネルギーの増加、運動能力の向上、眠気改善、まあ、この辺っていうのがね、エナジードリンクを取る目的だったりするのではないかというところですね。特に最近は、まあ、日本にこのエナジードリンクっていう文化が入ってきて、まだ間もないっていうこともあるとは思うんですが、徐々にね、市場が増えてきて、エナジードリンクをコンビニなんかで手にして飲む習慣がある人っていうのも当然数は増えてきてると思います。その中で2012年から2017年までの5年間で、直接的な原因がエナジードリンクを取ってしまったことによる影響というところで、101名がね、病院に運ばれていると
というリポートが出ておりまして、その中の3名っていうのは命を落としてしまったっていう事実があります。これらの主な症状っていうのがやっぱりカフェイン中毒によるものなんですよね。なのでこれからですね、このカフェインというテーマを掘り下げていくんですけれども、エナジードリンクがいい悪いっていうのを語る前に、そもそもそのエナジードリンクの中にカフェインがどれくらい入っていて、自分は1日にどれくらいのカフェインの量であれば摂取してもいい量なのかっていうのを把握しておくことが非常に重要です。これはですね、エナジードリンクじゃなくてコーヒーとか緑茶とか他のカフェインが入っているドリンクに関しても全く同じことが言えます。でこういうふうに5年間で3名が亡くなってしまってるとかっていうと、こういうワンフレーズだけを切り取ってエナジードリンクっていうのは悪者だっていうふうにおっしゃられる方はたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、表面の字面だけじゃなくて、じゃあその原因までフォーカスしてみるとカフェイン摂取の方なんだよねと。であれば同じように緑茶だったりとか他の飲料でもそういった症状っていうのが起きていて死につながっている方もいらっしゃるよねっていうところで、ニュートラルに判断ができるんじゃないかなっていうふうには個人的に思ってます。カフェインであったりとかエナジードリンクを構成する他の成分に関しては、僕が単体でですね過去に動画を出しておりますので、ぜひそちらの解説を見ていただきたいなと思うんですけれども、ざっくりカフェインの持ってる作用何があるのかっていうと、強心作用、心拍数が上がったりだとか、それによって遅れる血流量が増えて ATP 供給が活性化して運動量が上がる、集中力が上がったり、利尿作用、体温上昇、まさにこういったところが挙げられると思います。実際エナジードリンク、栄養ドリンクにどれぐらいのカフェインが入っているのかというとですね、レッドブル 250ml のものでカフェインというのは約 80mg ですね。モンスターエナジーであれば 355ml の缶で 142mg、 リポビタンでチオビタであれば 50mg ずつです。じゃあカフェインの摂取量って1日どれぐらいに留めておかなければいけないんだっけというと、これは1日 400mg です。1回に摂取する量としては 200mg までに抑えていただきたいというところなので、モンスターで換算すると1日のマックス上限量っていうのは3本ぐらいになってくるのかなと、正確に言うと 2.8 本ぐらいになってくるのかなとは思います。なのでこういった成分量を加味すると、1日1本程度なのであればエナジードリンクっていうのが顕著に健康に対して影響を及ぼすことっていうのは個人的には少ないんじゃないかというふうに考えています。ただカフェインを摂取する観点でぜひ気をつけていただきたいところが一つあって、1回 200mg、 1日 400OK だよと言っても、朝9時にねこの 200mg を取って、次摂取するのが11時だった場合、これ間2時間しか空いてないんですよねと。カフェインっていうのはレベルが下がってくるまでに3時間から7時間かかりますので、2時間でね次のカフェイン200を取ってしまうと、体にあるカフェインの総量っていうのは当然 200mg 超えちゃうんですよね。これに関してはぜひ注意をしていただきたいです。なので1日 400OK だよと言っても、ぜひ6時間から7時間ぐらいは空けて取っていただきたいなというふうに思ってます。ただよく言われるところではありますが、エナジードリンクにはねカフェインマジックっていう風にありまして、記載されているカフェイン含有量よりも実際に調べてみたら多く入っていたよねっていうことがあるんですよ。これなんでかっていうと、原因が大きなところ一つありまして、ガラナが含まれている場合です。ガラナの主成分 4% から 8% っていうのは実はカフェインで、カフェイン単体で別に入っているものに関しては成分表示としてカウントされているんだけども、ガラナに含まれているカフェインの量が裏のパッケージに記載されてないっていうものっていうのはねよくよくあります。そしてガラナ自体の内容量もいくらかって書いてってやったら、そこから 4% 8% で逆算して計算できるんですけれども、そもそも書いてないと。なのでぜひねここにも気をつけていただきたいなというところなんですよね。さらにはね、カフェイン、エナジードリンク摂取において注意すべき点2つ目ですね、これがアルコールと一緒に取らないでいただきたいなっていうところなんですよ。レッドブルウォッカとかこういうのもありますけれども、お酒を飲んだ時の酩酊感、酔っ払ってる感じっていうのをカフェインを取ることによって抑制することができるんですよね。それっていうのは諸刃の剣でもあって、アルコール自体は飲めば飲むだけ体に溜まっていくじゃないですか。でもカフェインを同時ないしはちょっとずらしたタイミングで摂取をしているから、自分は酔っ払ってないと思ってまだまだ飲んでも大丈夫だというふうに思ってしまって、普段よりもお酒をたくさん飲んでしまうと、それによってカフェインが3時間から7時間経ってレベルが落ちてきた時にアルコールによる影響っていうのは大きく体に現れてしまうというケースもありますので、たまたまアルコールとカフェインを一緒に飲んじゃってるタイミングで、もしかしたらちょっと自分お酒強くなっちゃってるかもしれないなみたいな風に勘違いしている方はね、ぜひここ気をつけてほしいというところです。はい、ということでね、今日はかなり抽象的な解説にはなってきてしまったかと思いますけれども、最近特にこのエナジードリンク市場っていうのが盛り上がってきて、僕自身がすごい好きっていう反面、エナジードリンクイコール体に悪いみたいなね、そういったフレーズっていうのが広まってしまっていることも事実だと思っていて、もし皆さんが摂取する場合においては各成分の含有量、そしてどれぐらいその成分は1日あたりに取ってもいいのかっていう量をしっかり把握した上で、適切なこのレンジの中で摂取をしていただきたいなと
というふうに思います。これはエナジードリンクじゃなくて普通の食品だったりね、サプリメントだったり他の諸々の製品に関しても適量というものが存在するわけですね。その適量っていうのを大きく超えてしまったりだとか、逆に足りない時っていうのは体にとって何らかの影響が出てくることってありますので、ここに関してはね、なんかこうメディアの軽いフレーズに騙されないように各々で判断をしていただきたいなというふうに思っております。今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。今日参考にしたような論文っていうのはなかなかね、長い1から10までの英語のものを見にくいよという方もいらっしゃると思います。僕が運営している英語の学校 NLC ではこういったもの、自分が注目している著名研究、著名論文っていうものを分かりやすく日本語で要約して閲覧できる形で PDF ファイルで置いておりますので、興味がある方はぜひそういったところもチェックしていただければ嬉しいです。どうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。